続いて、現在予備校で浪人している18歳女子です。コロナの影響で塾では今映像、対面授業が選べ、私はこの機会に効率よく周りと差をつけるべき演習量を増やしたいので、授業中は眉線をして演習し、自習時間中に倍速で授業を見ようと思っているんですが、周りと違うことをすることに対する恐怖心があります。対面、映像授業に関する論文などありますかってことなんですが、正直言うと、映像授業よりも対面の方が、効率はいい。効率いいというか、記憶とかには残りやすいっていう、研究とかあるので、対面してもどのぐらいレベルかによりますよ。本当対面で会話とかがあって、数秒が残りやすいっていうのはあるんですけれども、ただ倍速で聞くことによって、どれぐらいの時間が浮くかって問題はありますね。例えば、本当に全部倍速で聞けるんだったら、結構簡単な授業じゃないと倍速で聞けないと思うんですよ。だから、加速させて、倍速とかで聞いて、で、その分ですね、演習量、問題を解く量を増やすってのは全然いいと思いますけど、ただそれが、例えば授業を聞いてる時間がね、1日2時間しかないとかだったら、倍速にしても1時間浮くぐらいなわけじゃないですか。ってことは考えちゃうけど、でもまあ、ね、自分がね、授業を聞いてる時間が、例えば1日4時間あるってんだったら、4時間とか5時間あるってんだったら、これ結構浮くわけだから、で、その間に授業を倍速にすることによって、問題集がね、これだけ多くできるとかっていう時間が取れるんだったら、全然それはそれでありだと思いますけどね。だから、まあ、全然どっちでもいいと思いますけど、で、他の人と違うことをする恐怖心があるということをおっしゃってますけど、これはですね、逆です。他の人と違うことをするからこそ勝てるんですよ。みんなと同じだとみんなと同じ結果しか出せないんで、逆に言うとね、僕なんか他の誰とも違うことやってるんですよ。日本にいないメンタリストって職業やっちゃってるし、しかも僕と同じですね、稼ぎ方というか、こういう仕事の仕方をしてる人なんか、多分世界探しても誰もいないんですよ。で、誰もいないからこそ、まあ、一番になりやすいし、誰もいないからこそこうやって自由にやってられるわけなんですよ。メンタリストが他にいないから、メンタリストに仕事を依頼しようと思ったら僕だけなんで、もう僕のいいねで決まるわけですよ、お金っていうのはね。だから重要なのはですね、成功するかどうか、実力が、いやですね、結果が伴うかどうかだけです。他人と違うことをするかどうかってことはどうでもよくて、他人と違うことをしようが、同じことをしようが、実力や結果が出てしまったら、それが正義なんですよ。だから、で、どうせ、で、他人と違う成果を出したいんだったら、他人と違うやり方をした方が、チキンレースにならないから、追い抜かれる心配もないし、だから僕が、以外にもメンタリストがいっぱいいて、彼らが僕と同じようなことをしていたら、どんなに僕が成果を出しても、まあ、変な話、例えばじゃあ僕がじゃあその見積もりがじゃあですね、出しますと、じゃあそれ1000万ですねっていうふうに言った時に、他のですね、じ、あのね、あのメンタリストがもしいたとしてよ、で、僕だったら500万でやりますよって言われたら、そっちで決まっちゃうわけですよ。っていう戦いにならないので、だから人と違うやり方するのはいいと思う。ちなみに僕は予備校にすら行けませんでした。人と違うやり方をしたかったんで、それでも別に KO ぐらいは受かるんで大丈夫です。心配しなくていいと思います。そこまでね、時間を上手に使ってやろうと思って、しかも演習量を増やそうって考え方は全く間違ってないんで、それ科学的に理にかなってますんで、ぜひですね、やってみたらいいんじゃないでしょうか。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。